雷週間ということで、まあ、今週は本当に安定しない天気が続いていたわけなんですけれどもようやくきょうのです、ねえー、午後になってから中通りでも晴れ間が広がってきたということですねであの。きょうから実は線状降水帯発生情報というのが発表されます。 これね、福島県にもすごく関係のあることなので、はい、過去何度か、この線状降水帯のですね大雨に見舞われてるんですよね。そのあたりの話をしていきたいと思います。はい、まずは皆さんからいただいた季節の便りなんですけども、えー、青空があったり、曇り空があったり、雨があったりと、うん、本当にあの変わりやすい、今日の福島の空を物語っていますね、磐梯山。うん このシンメトリーの手前のです、ねはい、水田がずいぶん育ちましたね、そうですね1か月でね、ことしこれから、ね、天気安定して豊作になるといいんですが、うん、順調にいくといいですね。ね小名浜 海風が心地よい。うん、今日は意外と晴れましたねおなかで。青空きれいですね。ところが湿った東風が入っていましたがだ温泉は曇ってて、えー、いますという。割れてますね。で、この湿った冷たい風やっぱり涼しかった。はい、あの自然の天然のクーラーだった。うん、えー、会津若松市はこの時間になっても今日はエアコンいらずです。玄関開けて窓開けると風が通る、はい、通るというと。うん、えー、明日もですね、朝晩はこんな涼しい風が来ますが、昼は暑くなりますんで、えー、皆さん気をつけましょう。はい、そして梅雨の花に。 そして覚えてますかねがのこさん立ち青い、うんはい、この立ち青いが上まで咲くと何になるんだ まだ梅雨入りもしてないんで手前は咲いてますけども下の方だけだということですね、そして新じゃが収穫、これ助かるんじゃないかな、今じゃがいも高いから家庭菜園でこうやって取れると本当に嬉しいですよね、そしてトマトはまだ赤いですけどもあっという間に赤くなりますので楽しみですね、緑ですけどね、緑ですけどね、郡山でも雨が降りましたけれども、この後天気は回復してくるということになりまますすさあ今日はそのの雨話をしたいいいと思こちらでござます。 ええー、降水帯、線状降水帯の発生情報です。予報ではないんですよね。福島県でも過去発生していたわけなんですけれども、金、はい、子さん、この線状降水帯って聞かれたことあります。はい、ニュースでもよく耳にしますよね。最近聞きましたよね。はい、これなんですね。二千二十年の熊本豪雨。この広島豪雨とかですね。えー、もう近年の集中豪雨は。 ほぼ線状降水帯と言ってもい,いで降水帯っ,て言ってもピンとこないと思いますけども、はい、どういうことかというと湿った空気がぎゅーっと1箇所で集まって同じ場所で雷雲ができてそれが上空の風に乗ってできては流れできては流れする現象でこの現象ってすごく予報が難しくてピンポイントでは予報できないんですよだから発生してからじゃないと動きが分かんない。 前もって予報することが難しいんです、ね、そうだから予測情情報報じゃななくて発生情報なんです<ー>だから気象庁は「はい発生しましたよこれあの本当にあの発生したら危ないから皆さんあの避難してくださいね」っていうそういう情報なんです<ー>でこういう形でまる地方○○丸地方では線状降水帯が発生した可能性があり、はい、危険ですから。 でこういう形でホームページなどで,です、ね、こういうふうに丸をつけてこれが線状降水帯だといって発表がありますで福島県ではです、ね、過去この線状降水帯が発生しました皆さん記憶に新しいと思いますこちらです今から10年前なんですがこの新潟・福島豪雨 これただ見ですごい雨が降ってこれびっくりする量なんですが雨量入れてみましょうか平年の2倍の雨が2日で降っちゃった日で。7月ってただでさ雨が多いんですよただ見線の鉄橋流出で一部普通になってこれが今でも残ってしまっているということなんですよねこの雨が線状降水帯ですで、この線状降水帯の発生のメカニズムって日本海で前線が停滞するときに日本海で出てきた雨雲が新潟三条とか通ってただみの方へ行くこれがですね えー、会津地方のの水帯のパターンです、はい、で実はこれ会津地方だけじゃなくって、はい、関東からも北上するることあ,、はい、あ1998年に、えー、那須とか白川西郷で大変な豪雨がありましたあの西川峰子さんの,あの家が流れちゃったとか、うん、あと西郷とかで土砂災害が相次いだとか、うん、それで覚えてらっしゃる方多いと思いますけれども太平洋側でも注意が必要そうさっきのですね2011年の7月のこれ線状降水帯、はい、新潟福島豪雨、うん、こうやってほら ずっと同じ場所に。居続けるんです、ね。居続けるんですよ。だから怖いんですね。はい、来週の後半あたりもしかしたらできるかもしれないんで、ちょっと注意が必要ですよ。目先明日は大丈夫です。明日の天気です。 明日は梅雨入り前、うん、最後の晴れ間ということで、はい、貴重なんですね。で、この季節、あの東風が吹くとですね。会津とかは浜通りや中通りよりも晴れるんで、明日日照時間が最も多いのが、この会津地方ということになります。はい、30度近くまで上がりますね。会津若松、うん、そして中通りの北部です。こちらはちょっと朝晩中心に雲が多めですけども、共同やっぱり昼間は晴れ間もいるかなということですね。うん、朝は上着がいります。中通りの南部です。 でも、あのにわか雨はですね。日中はないんですが、夜になると県の南部の方から雨が降り出すということになります。天気は下り坂ですえ、そして浜通りです。え、湿った海風入りますから、会津と違って打って変わって、明日は一日曇り空というのが浜通りえ、少し青空がある程度ということになります。さあ、梅雨入りなんですけれども、どうも金子さん。 6月19日に梅雨入りはほぼ間違いないようですよもう見えて、ね、う見えてきましたえー、そしてその後来週なんですけれどもいよいよ23日あたりからですね、はい、梅雨前線が北上し始めます、はいで、このタイミングでなんですがこれちょっとこちら見て,見ていただいていいですか高気圧と高気圧がせめぎ合い始めるんです、はいで、その間を湿った雲が風が流れてきてここで線状降水帯ができている予報になっている。はい、つまり来週後半は 福島県特に浜通りにも線状降水帯かかるリスクがあるのではないかと見ております、うん、週間予報です、えー、なので来週後半がいよいよ雨季が始まるぞということですねこの週末は土曜日は雨ですけれども日曜日は天気回復です1区はこちら大切に梅雨前最後のレア対応福テレ防災ラボでした